どうも、アルトズです。早速ジーンズじゃねえ、バンスのサングラスをかけているよ。今日紹介するのはこちら。ででん。初期。アマゾン。イエイ。はい、こちら。このペランってこう反対側見せると出てきます。はい、行きます。ペラン。じゃん。何が入ったか分かってかな。今回買った商品です。ででん、健康からパワーブロワーブラシ、イエイ、シャキンと、はい、これも外します。嫌です、暗くて嫌です。はい、こちら、エアーブラシでしつこい汚れも取り除くということで、これただのブロワーじゃないんですよ。ブラシが別で付属されてるんですよ。で、これ値段は1個840円かな、代引き入れても1120円とかだったと思います。はい、で結構ね、見た目よりもでかかったです。これもうちょっとちっちゃいかなと思ったんですけど、でかかった。はい、早速じゃあまず開けてみましょう。はい、拾いましょうね、ちゃんと。はい、デジタル一眼レフパソコンコンパクトカメラ、ホビーだとね、いろんな、用途に使えるブロワーですね。で、強力エアー噴射脱着式ブラシということで、こちらはね、本体なんですけども、お、すごい、え、すげえ。俺これブラシ完全に別でついてるもんだと思ったら、こういう風に穴ができてて、一緒でセットで使えるんですね。だからなくす心配がない、素晴らしい。そしてね、これ初めてブロワーというものを購入したんで、どういうぐらいのね、勢いがあるのか、ちょっとね、試してみたいと思います。体感してみたいと思います。はい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 、でもちょっと今のじゃちょっと伝わらないと思うんで、見てる人はちょっと髪の毛にちょっと噴射してみたいと思います。こんな感じ、こんぐらい、こんぐらい。まあちょっと人間のふーって吹く一般的レベルの量じゃないですか、大体。うん、多分そのぐらいだと思います。で、僕はなぜこれを買ったのかと言いますと、まあ、まず、ね、これを買いましたね。こちら、NX5R。まあ、こちらね、レンズがね、やっぱちょっと埃ついちゃったりするんですよ。ついちゃったりするんですよ、こちら。なんで、これをブロワーでね、こうやって、こうね、周りをね、シュッシュッってしたいんですよ。プラス、こうなんかブラシ的なものでね、こうなんか一眼レフ自体本体のこう周りのね、ホコリっぽいのも取りたいなということで、こうやることでね、ちょっとしたホコリもね、取れちゃうっていうね、素晴らしいブロワーをね、ちょっと探してたらちょうど見つけちゃったんですよ。で、あとパソコンもね、やっぱホコリとかつくじゃないですか。そういう時にやっぱ欲しいなと思いまして、これ買いました。はい、色はですね、これの他に黒、青、緑とかなんかいっぱいあったよ。で、ほんと安いんで、もうぜひ皆さんこれも買ってみてください。ただね、ちょっと一つ難点としては、まあ多分難点じゃない、俺これを刺した状態で使えないと思ったらガンガン使える、もうこのほら使える、ほら。だからこのブラシをつけた状態で、例えばじゃあこう本体をね、こう軽くこうやってやってから、こう残りをこう取り除く的な、そういう作業ができちゃいますね。ただちょっとレンズはちょっと傷ついちゃうんでできないですけど、ただこれ全然使えますね。うん、あ、使える、超使える、お、すげえ。はい、というわけでこちら、健康のパワーブラシ、パワーブロワーブラシですね。はい、こちら1個840円で売ってるんで、ぜひ Amazon で欲しいと思う方はね、買ってみてください。というわけでブロワーでした。バイバイ。なんかね、大豆みたい。白いですね。すごい白い。